中島、折り返し、ハイボール、食った若さのゴール、中島からのボールを合わせて若さ、リーグ戦、2シーズンぶりのゴールが先制ゴールになりました。12年間のプロ生活お疲れ様でした。若君とは
2014年の奥川の練習戦の時に出会ったのが初めてで、その頃からすごいセンターバックだったなっていうふうに思ってました。そんな若君と、仙台で2年間一緒にすることができて、本当にこの年齢でも成長することができましたし、何よりおじさんでもまだまだサッカーができるんだなっていうふうに見せてもらいました。共通の趣味が多くて本当に仲良くしていただきました。ありがとうございます。次のステージでも活躍することを願っています。またどうぞ行きましょう。お疲れ様でした。今回は若狭選手の現役時代のプレーだけではなく、サプライズで大分トリニータに同期入団した川崎フロンターレ上福本選手、恩師である堀さん、原崎さん、そして大分仙台とチームメイトだった福森選手からメッセージをいただきました。続きまして、若狭選手の現役生活を支えてこられたご家族より花束を贈呈いただきます。お疲れ様でした。それではここで若狭選手よりファン、サポーターの皆様へご挨拶をいただきます。若狭選手、よろしくお願いいたします。皆さん、お久しぶりです。まずはじめに、このような機会を設けてくださったクラブの方々に感謝申し上げます。ありがとうございます。昨シーズンをもちまして、サッカー選手を引退することになりました。選手生活12年間、大分トリニータから始まり、ジェフユナイテッド、市原千葉、東京ヴェルディ、そしてベガルタ仙台、4つのクラブにてご支援いただいたスポンサー、パートナー企業の皆様、一緒に戦ってくれた監督、スタッフ、フロントスタッフ、選手、ファン、サポーターの方々には心から感謝いたします。ありがとうございます。ベガルタ仙台には2年間の在籍となりましたが、ホームアウェー変わらず、たくさんの方々が試合に見に来てくださったこと、とても心強かったですし、感謝しています。ありがとうございます。次に感謝の気持ちを伝えたいのが家族です。まず両親と弟です。この3人なくしてここまでやってこれなかったし、サッカー選手にもなれていません。本当にここまでサポートありがとう。そして次に妻、ここまで充実したサッカー選手生活を送れたのは妻のおかげです。ありがとうございます。ご存知の方も多いと思いますが、今年からベガルタ仙台のスクールコーチになることに、やることになりました。短い在籍期間でこのようなお話をいただけたこと、とてもありがたく思います。
子供たちにサッカーの楽しさを伝え、子供たちと共に成長していき、ベガルタ仙台をもっともっと盛り上げていけたらと思います。これからは若コーチとして応援していただけたら嬉しいです。改めてになりますが、12年間ありがとうございました。若田選手、ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。それでは最後に若田選手がピッチを一周して皆様にご挨拶をさせていただきます。ご挨拶の順はサポーター応援エリア、ゴール裏北、メイン側、ゴール裏南、バック側の順にご挨拶をさせていただきます。